今、予算公演がね、ずっと今続いて、素晴らしい演舞をこの皆さんご覧いただいていると思いますが、ちょっとここで時間を切り替えてですね、私たちは阿波踊りの演舞で、皆さんにお楽しみいただこうかなと思っております。阿波踊りは皆さんご存知ですか？予算公演と違ってまた阿波踊りという形になるんですけどもね、この近くで言えば南越谷阿波踊りというのがありますけども、私たちはその南越谷阿波踊りで踊っている弁だということになります。はい、でお話が長いと楽しみも少なくなりますのでね、まず阿波踊りでは大事なパートである鳴り物という、そこでは音楽がありますけども、阿波踊りの場合は自前で音を鳴らしていくということで、その音に合わせて踊りを踊る、その鳴り物の音をまず先に皆さんの耳に入れておいていただきたいなと思います。はい、では鳴り物の方をまずご披露いたします。フォーマットがあるわけで、その中でやるのが出てきて、音を鳴らしておりますけども、まず楽器の種類だけご紹介しておきたいと思いますね。向こう側から、大太鼓、お腹に抱えている、人2機ありますね。これが、大太鼓と言います。ちょっと大太鼓だけ大きくやってください。他は小さく、こういう大きい音がする、見た目通りの音がするような感じしますね。締め太鼓になります。この締め太鼓の音をちょっと聞いてください。順番に行きますね。今度は笛ですね。篠笛。この音をちょっと聞いてください。はい、この篠笛は楽器の中で唯一メロディーのある楽器になるわけですね。はい、OK です。で、その隣、次に三味線に入ってきます。はい、まあ、三味線というのはね、おなじみの音かなとは思います。で、これらの音、まだ自分の私のこの大筒というね、鼓、これもあるんですが、これはちょっと後ほどお聞かせいただきます、しますけども、この音を全て支配するというかね、速くする、遅くする、止める、そういう音を、調整するのがいわゆる指揮者ですよね。オーケストラ指揮者役、鐘になります。じゃあ鐘の音ちょっとやってください。はい、こうやって鐘が今速くなって遅くなったりしますね。これを止めたり、またスタートしたりとかね、いろいろあります。これを全部合わせると、まあ、この中で私も入っていきますので、どのような音になるかというのをお聞かせいただきます。
音がマイクに入っちゃいましたね。すいませんでした。はい、このようにして、阿波踊りの音がね、ぞめき、という、曲になりますけども、基本の曲になります。これによって踊り手が、踊っていくわけですね。で、我々はその曲を多少アレンジしてみたり、まあ、阿波だけではないですが、民謡とかそういったものをアレンジしながら阿波調に変えていったり、で、その音によって踊りも変えていくということですね。いろいろその音に合わせて。で、稲瀬連の特徴は、さらにその、例えば踊りもテーマを掲げるんですね。毎年いろんなテーマ、今年は平安絵巻みたいな大それたものをつけてありますけど、そのような形で気持ちになって、皆さんと共に一緒にこう気持ちになれるような、ね、踊りを作り上げて披露しています。はい、まあ、そんな形で、今日はあの踊り一つ一つのご紹介まではできませんけども、この鳴り物がいいかどうかによって、踊りの良し悪しが決まってきます。うまいとか下手とか言いませんけどね、同じ踊りでも何者がいいと踊りが生えてくるんですね。ですから同じチームでも何者のいいチームっていうのが評価されやすいということになります。はい、では今日はこれからの踊りの方も合わせてご覧いただきたいと思うんですが、今の音に合わせて、今年の8月に南越谷で我々が踊った踊りをここでもう一度皆さんにご覧いただこうと思っておりますので、ただいかが京都はちょっと人数少ないので、縮小版になりますけどもね、人数が少ないとはいえ我々も手を抜かずにやろうご披露したいと思いますので、ご声援のほどよろしくお願いします。